はい、皆さんこんにちは、緩和院長です。はい、それでは今日も始めていきましょう。男性不妊が新型コロナウイルスで起こるという話、皆さんご存知でしょうか？だいぶ前に動画でも紹介したことがありますね。これなんでそういう話が出たかというと、精巣にも ACE2 受容体があるようなんですね。 ACE2 受容体というのは新型コロナウイルスこと C がくっつく場所ですよね。そのためそれが様々な問題を引き起こしているわけなんですね。以前からたびたびリクエストをいただきました。この精巣に入るということどうなのかということなんですね。本当に不妊をきたすのか、これ心配の方もいらっしゃると思いますので、実はその後複数ですね、プレプリントが中心なんですけども、しかしいくつか新しい研究も出てきましたので、今日はそれを早速皆さんにお伝えしたいと思います。このチャンネルでは新型コロナウイルスこと C の最新の情報を皆さんにお伝えしております。最新の情報を皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、ぜひよかったらチャンネル登録、またツイッターフォローをぜひよろしくお願いいたします。それで、女性の皆さんもいらっしゃると思うんですよね。精巣に ACE 受容体があるんだったら、卵巣はどうなのか、そういったところも気になる方いらっしゃると思うんですよね。実はこれに関してもプレプリントなんですが、今回ある研究が出たんですね。インドの研究なんですが、68人の研究で、そのうち48人が男性で20人が女性だったんですね。この調査では ACE2 は精巣細胞で効率に発現していることが確認されたということなんですが、卵巣組織ではほとんど見られなかったというんですね。そのため卵巣に対する影響というのは考えにくいということが、このプレプリントからは透けて見えます。ただこのように ACE2 受容体が精巣にあるということから、やはり不妊に関して心配の方もいらっしゃると思うんですね。というところで、ここにまた様々な新しい研究が少しずつなされてきてるんですね。で、まずこの研究なんですけども、181人の研究なんですね。感染者81人の生殖年齢の男性と100人の年齢が一致する健康な男性の間で調査をしてみたんですね。そうすると、黄体形成ホルモンというものが C に感染した男性の方が大幅に増加しているということが分かったということなんですね。黄体形成ホルモンというのは、精巣においてテストステロンを作るよう刺激するホルモンなんですね。一方で、テストステロン、男性ホルモンですね。あと、FSH というようなホルモンがあるんですけども、この FSH、卵胞刺激ホルモンとも言うんですけども、これとテストステロンが精子の発生を促していくわけなんですけども、この卵胞刺激ホルモンやテストステロンのレベルは健康人と C に感染したもので大きな違いがなかったということなんですね。このようにどうも C に感染するとホルモンの変化というのはどうも起きているみたいなんですね。これをどういうふうに解釈するのかということなんですけども、専門家の見方によると、ホルモンの変化というのは炎症が原因であって C による直接影響じゃない可能性が考えられるということが指摘されてるんですね。そのためこのホルモンが確かに C の感染者で動いているというようなことは確認されたんですけども、これが本当に C によるものかどうかということに関しては否定的な考えがあるわけなんですね。ただこれはあくまでホルモンの話なんですけど、じゃあ実際に精巣がどうだったのかということで、これに関して中国から興味深い論文がいくつか出てきたんですね。まず一つはこの論文なんですけども、こちらはもう構成中なので、ちゃんと査読を受けている論文なんですね。他のものと違ってプレプリントではありません。この研究は精液中の C を調べてるんですね。34人の男性で、年齢の中央値は37歳だったんですけども、そのうち6人ですね、19% は C の診断時に陰嚢の不快感というのはあったみたいなんですね。
そのため、だいたい5人に1人ぐらいは、ちょっとこう自覚症状もあったということになりますね。そしてこれ、今からデータを示しますけども、34人全員の精液を調べてるんですけども、中央値としては31日経った後に、ちょっと時間が経ってからですね、どうなのかということを調べました。その結果がこちらなんですけども、はい。見ていただければと思うんですけども、全員ネガティブだったんですね。すなわち C は検出されなかったということになりますね。年齢もかなりいろんなまちまちですけれども、精液における C が見つからなかったということになります。中には30日が中央値ですけど、9日とか8日とか短い時間でやってるものもありますけどね。そしてちょっと逆に長い場合も75日とかね、56日とかもありますけども、いずれにしろずっとネガティブで出たということですね。すなわち精液の中に C は検出されなかったということになります。ただもちろん、ここをもって、この後がどうかということははっきりわかりませんのでね。論文の結論としては、長期的な影響というのはまだわからないということを一応は書いてありますけども、少なくとも1ヶ月を中央値とするような研究においては、精液で C は検出されなかったということで、ACE2 は確かに精巣にあったとしても、そこから精液に移行するということ、それは確認されなかったということになりますね。そして、さらに直接ですね、精巣を見た研究もあるんですね。ただ当然そんなの荒っぽすぎますからね。これはたまたまというか一人お亡くなりになってしまった方がいらっしゃるんですね。そういう研究なんですけども、13人の患者さんを調べたんですね。そのうち12人は普通に回復しています。一人が亡くなってしまったんですね。そして生存者の方に関しては、精液を調べたんですね。そして亡くなってしまった方に関しては、精巣の生検もしているということなんですね。12人のうち、退院したのは10人で、研究が行った段階ではまだ2人、回復期にあるということで、これは入院しているということでしょうかね。というわけで、この研究、プレプリントですけども、どうだったのかと言いますと、全員やはりこのパターンもですね、陰性だったんですね。精液で C の RNA は陰性でした。では、亡くなった方どうだったかということなんですけどもね。これ皆さんどういうふうに思いますかね。亡くなっているということは、かなりウイルス血症が進行していることも想定はされますよね。67歳の方なんですけども、この方は精巣も調べてるんですね。その結果、ウイルスを見出すことはできませんでした。すなわち精巣の中に C はいなかったということなんですね。相当アグレッシブな研究を行ってますよね。亡くなられた方、本当になんか申し訳ない感じですけども、その方のおかげで、この C が精巣組織に感染している兆候がないということが分かったということは、これは本当にありがたいことですよね。本当に今見てると、なかなか何もわからないところですからね。ちょっとこういう、アグレッシブな研究もなされてますけど、そういうのに協力してくださっている方のおかげで、新しい発見がこうやって出てきているということに感謝をしたい気持ちですね。本当にありがたいことですね。結果としてこの研究では、どうも精液や精巣に C が移行しているということは確認できなかったということを示しているものなんですね。以上のような研究が今現在、男性不妊に関して分かっているということになります。精巣にも C が完成する。したがって男性不妊になるんじゃないかという話、ちょっと前にすごく流れましたよね。それで心配だった方もいらっしゃったと思いますし、実際コメント欄にも、その後散発的にですけどもね、どうなってるのかというようなご質問いただくんですけども、このように見た限りにおいては、現在 C が精巣や精液に関して完成しているという証拠は乏しいというところになります。もちろん長期的な影響というのはわからないですし、一辺はちゃんと構成中の論文ですけど、他はプレプリントということもありますしね。そのため、ちゃんとした公式なデータとは言えない部分がまだありますけれども、しかし行われているような研究では、現状のところ男性不妊などを起こしてくるような状況というのは考えにくいというところになりますので、少しだけ安心材料だとは思いますね。またもちろん新しい情報が入ってきたら皆さんにお伝えしたいと思います。
これからも新しい情報を皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。